測れるようなものと測れるようなものになってもいいんだ。でもいいって思います。うんうん、多分そうだね。だからすごい、だから、そこもよくわかんないんですけど、まあ当然こういう、ことを提案する人は、シミュラリティっていう曖昧な言葉に最終的にね、依存することの是非っていうことに答えなきゃいけないわけですよね。それと、あと確率的なモデル、あるいは統計的なモデルっていうのが、うん、その現代の科学の命題の大多数になってますよね、うん。それはその都度どういう関連があるのか。それも僕、本当よくわかんないんですけれども、多分、だからこのモデル自体の中で、例えばこう確率分布みたいなものが導けるとか、そういうことなんじゃないですか。で、こっちもやっぱりなんか分布みたいなものが存在する。で、それがまあ、どの程度似てるかっていうことを見ていく。で、本当にそれだけでいいのかどうかってちょっとわかんないですけど。問題になるのは、統計的なモデルを立てた場合、そのリアルシステムっていうのはその現実のすべてを観察することができないので、ある断片だけをある仕方で観察するわけですよ、ね、うん、そうするとあり得る観察の仕方にはいろんなバラエティがある。その場合にそのどんなバラエティが出てきてもシミラーだと判定してしまうようなモデルっていうのをどう排除するかっていうのが通常統計モデルを立てるときの前提になりますよね。最近よく言われているのは、例えば実験経済学のモデルとかっていうのは、ほとんどその要件を満たしてないだろうっていう共通了解が成立しつつあるんですよ。つまり、例えば、ある種のモデルを立てて、それが現実の実験室の人々の振る舞いを描写しているっていうように見えるっていうこと、それ自体には何の意味もなくて、どんな振る舞いが出てきても、うん、それを説明してしまえるようなモデルになっているっていうことが問題になってるんですね。うん、それと、例えばそこで言っているような議論との関連性っていうのはどうなるか。そこ面白いですよね。だからさっき僕は、ここもこう確率的なモデルがあって、ここも実際に確率的かもしれない。それに似てるかもしれないって言ったけれども、実際に人間がやってるのっていうのは、そこのこうシミュラリティの判定みたいなところで、これ すごい曖昧なんだけど、これ自体をやっぱりにこう確率的な手法を今後用いたりとか、そういうことをやってるはずですよね。多分成田さんが今言ってるのでっていうのは、ここの判定の ところ、なので、そのシミュラリティっていうのは、それだとそのモデルとリアルシステムが与えられると自動的に判定できるようなものだっていうように書かれてるように見えるんですよ、うん、ただ実際にはそのセット、うん、ちょっと正確に理解しないんです。そのセットオブセンテンスと、それが定義するようなモデルの中に、シミュラリティがどのように計算されるかとか、どのように判断されるかっていうことの基準、それ自体が入っちゃってる場合がほとんどだと思います。そうだと思います。ちょっと、議論する、さらにそして、ちょっとさっき、そのニューロサイエンスとかね、エスペリメントエコノミクスみたいなことに関連があるということを言って、今、そういう問題になったら、参考になったので、ちょっと最後まで、そうですね、そこだと思う。今、成田さんの、コンテナリスポンシブクラブに、例えばそうですね。だから、あれは、だからいろんなパラメータを決めちゃうわけですよね。だから、決め方によって何で制度が来ちゃうっていう感じで。だから、そのパラメータをどう決めるかっていうのが、これから、もしそれが全て説明できましたら、どう決めるかがこれからの課題だと思います。ちょっと戻ってですね、ちょっと8ページ目を見ていただきます。で、まあ、で、一つはこういう話をすることで、フリードマンが、その、議論の良し悪しは、それが説明するべくデザインされた現象のクラスに対して、いよいよ予測を与えるかどうかっていう言ったこと
それは、ある意味、少なくとも部分的には正当化できるんじゃないかなっていうふうに思うと。で、それは、要は、なんか、説明したい、こう、現象があって、それに応じて、モデルをこう、作っていくっていうね。そのシミュラリティを目指して、モデルを作っていくっていうのが、この話であって、ここでこう、できた理論全体が、現実全体とこう、マッチするっていう話ではないので、そういう意味では、部分的には、正当化されるんじゃないのかなっていうのが、そこら辺に書いてあるんです。もうちょっと細かいことも書いてあるんですけども。で、それから、あと、ちょっと注意したい、面白いなと思うのは、その他の論点というところで、このフリードマンが、その新古典派の完全競争市場の理論を擁護している仕方っていうのは、全く方法論的個人主義みたいな正当化とは無縁だっていうことですよね。マックス・ウェーバー理論のね。それからもう一つ、すごい興味深いことを、フリードマンが書いていて、そういう理念系っていう考え方も批判してるんですよね。で、理念系って言った時にどういう意味で批判するのかっていうと、しばしば、社会科学者で理念系っていうふうに言った時には、モデルが、そこの、下の引用ですが、3行目、の右側、理念系は、モデルが用いられる目的とは独立に、現実世界の存在に直接かつ完全に対応することを意図した厳密に技術的なカテゴリーとみなしてきたと。つまり、理念系っていうのは、現実にある、状態を純粋化して記述するようなカテゴリーだっていうふうに、見なしてるっていうのはおかしいというのが、彼の批判なわけです。で、今、青木先生が。あれ、そろそろデブリ用の一般的フォローのモデルみたいなことを念頭置いてんだよね、多分ね。ああ、そうですか。きっと。で、それで、5番目のところです。これもちょっと本当に、消化不良になっちゃうかもしれませんが、一番初め申し上げたように、ブルとペーゼンドーファーの論文があって、これも、こんな一言で片付けられるような内容ではないんですけれども、一言で言うと、まあ、心理学的、神経学的データっていうのは、実証経済学のモデルの評価に、使用できるようなエビデンスを提供できないっていう、そういう、ことを言っていると。で、まあ、ここでは、それを、正面から取り上げるっていうのは、多分、かなり時間かかる作業なんですけども、お手軽にやるために、同じ、この、The Foundations of Positive and Normative Economics っていう、この中に入ってるわけですよね。この、グルの論文もね。で、その中に、こう、哲学者が一人、ハウスマンっていう人がいて、で、それが、そのグルとペーゼンドファーの論証っていうのを論理的に検討しています。で、それによると、このグルとペーゼンドファーの議論っていうのは、一つの中心的な命題、次がある命題一関連性定数っていうのと、それから、前提、その下にあるポツのところの前提から、論証されているっていうふうに言っています。で、関連性定数っていうのは、選択っていうのはチョイスですが、チョイスと、とりわけ市場の量に関する、チョイスの帰結に関するデータだけが、経済モデルの、需要と、拒否、にとって関連性を持つっていう。